TK は GUI を開発するためのオープンソースのクロスプラットフォームのウィジェットツールキットである。デスクトップアプリケーションを開発するために通常必要なボタン、メニュー、テキスト、フレーム、ラベルなどのウィジェットを提供する。カリフォルニア大学バークレー校のジョン・オスターハウトによってスクリプト言語 TCL の拡張として開発された。TK は ツールキットの略である。UNIX 系 OS、マッキントッシュ、マイクロソフト i n d o w s などに移植されている。もともとの TK では、各プラットフォームの標準的なものとは異なる、ルックフィールであったが、TK8 からは、ネイティブなルックフィールを提供するようになった。さらに、外部とのドラッグドロップ、非長方形のウィンドウ、ネイティブのウィジェットなどのいくつかの拡張が提供された。 TK8.5 からは TK8.4 で試験的に提供されていた TK タイルと呼ばれる新しいテーマエンジンがリリースに取り込まれた。これは TTK ウィジェットと呼ばれるものでテーマを変更し GUI の見栄えを切り替えることができる。TK はユニコードの基本多言語面をサポートするが32ビットのユニコードを扱うための拡張はまだされていない。 UNIX 系のシステムでは TK8.4 以前はビットマップフォントを使用していたが TK8.5 ではアンチエリアスフォントを使用することができる。TCL では TCL シェルというコマンドラインインタプリタを使用するが TK は Wish というコマンドラインインタプリタから簡単に呼び出すことができる。ADA、PARL、Python、Ruby 及び CommonLisp を含むいくつかの他の 言語バインディングが存在する。パールから TK を動かす方法はいくつかある。TCL、TK と TKX のパールモジュール、これらは両方とも TCL を用いて TK にアクセスするためのブリッジである。パール、TK はパールからのネイティブな TK の機構へのアクセスを提供する。Python と Ruby は TK へのブリッジとして TCL を使うバインディングを使用する。 多種、ありがとうございます。